ミュージックバッシュ決勝ライブ、続いてのエントリーご紹介いたしましょう。アンダー15部門、続いてはエントリーナンバー8、新藤モニカ。ありがとうございました。さっきの曲はショーン・メンデスさんのステッチェスという曲でした。次は私のオリジナルを披露します。題名はヒーローです。お願いします。14 years passed from when you first got your lucky. Will you keep all the memories so the will never forget it? From playing in the band to clutching your hand, all I see.
safe locked inside. All the ties get the demons up and away. And keep my skies all blue just when it's turning gray. But sometimes I'm scared if you might forget what the child here thinking in your head. So I will say it out loud. Let me be your hero when you sit this down. Little crazy, but I'll make it the other way around. Save you, protect you, do everything you've done. Keep it in the dark, make it shine on its own. To the world without a clue, feelings swirl. Try to stay on my feet while the ground shudders on me. No, I won't give up, and you tell me how. But if I want my dream, then it's now. This is a song that's filled with my life worth of it. All the mysteries that revolved, both souls and soul. A pen in my hand, the notebook still blank. The story has only begun. So I will say it out loud. I will be your hero when you sit this sound. A little crazy, I know, but wait till you see. ミュージックバッシュ決勝ライブアンダー15部門エントリーナンバー8の新藤モニカさん演奏していただきました。さあここからこちらに来てくれると思うのでちょっといろいろお話を伺いたいなと思うんですけども、2曲とも英語の歌詞ということで、もう素晴らしいですよね。あのネイティブな感じで、もう僕の英語なんかとはもう全然比べ物にならない、むしろいろいろ勉強を教わりたいなって思ってるんですけども、その中でこうアコースティックギター一本でね奏でるこの音色も素晴らしかったですし、なんかそういったところのこうオリジナル曲も作ったっていうふうに聞いてたので、どういうこううまく英詞とギターの音色を合わせるコツとかあるのかななんていうお話も聞いてみたいと思います。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、大丈夫、楽器ゴーンで。お疲れ様でした。ごめんなさい。じゃあまずお座りになってもらって、せっかくなんでね、はい、僕邪魔かな、僕じゃ立ってようか。はい、もうちょっと一流アーティスト扱いのようにこう座ってもらって喋らさせていただきます。はい、いかがだったですか、ミュージックバッシュ決勝ステージ。もう最初はすごい緊張してたんですけど、うん、弾き始めてから自分の世界に入って思いっきり演奏できたと思います。独特な世界観があるなって思ったんですけど、あれは何
英語なのかな、何なんだろう、どういうこう趣でその英語をまず選ぶとか。私、帰国生なんですよ。帰国生なんです。あ、なるほどなるほど。なので、英語の方が慣れてるっていうこともあって、オリジナルを作り始めた時には最初は全部英語で。なるほど。あ、じゃあ全部のオリジナル、今オリジナル曲数は10曲ほどだって聞いてますけども、すべて英詞で。あ、そうですか。なんかむしろなんかそう言われると日本語の歌詞も気になります。なんで、もう今後は日本語、英語両方とも書いていきたいと思っていまなす。るほど。それはギターで曲を作るときは。基本ギターで。なるほど。それメロディーから歌詞からっていうと。まず私、コード進行を決めて、コード進行を決めてから歌詞を歌出して詞いく感じ。を、メロディーと一緒に考えていくみたいなるほどね。さあ、そんな新藤モニカさんなんですけども、中学校では軽音部の部長をしてるということで、そうです。じゃあ今日軽音部の部員さんとか見てくれてるんじゃないですか。だといいですね。部長って多分応援してると思うよ。なんかこうやりきった感とかメッセージある？今後もこんな私ですが、よろしくお願いします。みんな大好きです。あら、本音が二言目に素敵な言葉が出てきましたけども、ありがとうございます。でもこれで終わりじゃないからね、まだお話聞きますよ。なるほど。軽音楽の部長ってすごいじゃないですか。とんでもない。何人ぐらい部員っているんですでか？も少ないんですよ。何人ぐらい？20人ぐらいなんおで。いおい、20人。その軽音楽部の中で20人いて、そのグループを組むっていうわけではないんですか？私はソロでやりたいっていう場合はソロでやるのももちろん OK っていう。基本バンドです。あ、なるほど。じゃあ新藤さんもバンドはされてるんですか、その軽音楽部では。その時はパートは何なんですか？ボーカルギターです。なるほど。で、その中で今回じゃあミュージックバッシュはなぜソロで？今後将来の夢として歌手になりたいっていうのもあったので、披露する場としてミュージックバッシュはいいんじゃないかなと思って応な募るしほてみましど。た。将来のビジョンを見据えて、私は歌手になるぞと強く思いを込めてこのステージに立ったわけですね。なるほど。それでその世界観っていうのもこう、その覚悟的なものから感じたのかな。ねえ。それどんなこうミュージシャンになりたいとかありますか？基本弾き語りで自分で曲書いて自分で歌って実力派になれたらなと思ってます。なるほど。これまでにじゃあ軽音楽部で部長をしている、でそこでもちろん文化祭とかでもコンサートとかしたかもしれないんですけど、ライブハウスとかでもやられたりとかし、ライブハウスはまだです。あ、まだですか。なので、本当だ。この初め大て会です。は私にとっての初めての大きなオーディションで自分のオリジナル曲を披露するのも初め初てめです。て。え、何それで、あの落ち着き。もう本当緊張します。あ、そうなんですか。そうです、初めてです。全く感じなかったです。びっくりありしがまとしうごた。ざいます。いや、素晴らしいですよ。誰かこう影響を受けたアーティストさんとかいらっしゃるんですか。私は基本洋楽アーティストがすごい好きなので、ショーン・メンデスさんとか、あとはエド・シーランっていあ、う人なるほどなも。るほど。いいですね。じゃあお父さんとかの影響とかないですか。お父さんお母さんの影響とかも。お母さんも洋楽好きなので、とお父さんも基本洋楽の CD とかたくさん持ってたりとかするので、たまにその自分の好きなアーティスト以外にも、その80年代90年代の曲とかもたまに聴いたりしてます。なるほど。じゃあやっぱ一家で音楽好きでそういった環境ではあるんだ。いつも家で流れたりとか。お父さんとかお母さん逆に楽器とかはないでしなす。いんだ。じゃあモニカちゃんからその楽器を持って。へえ。じゃあとお父さんと、お姉ちゃんもあ、お姉ちゃんもいるの。あ、ぜひぜひ、なんかその姉妹ユニットも期待したいところですけど、やっぱりソロっていう熱い思いがありますもんね。わかりました。じゃあまた今後の活躍期待しておりますのありで、がとうごよざろいしくおま願いいたす。します。ありがとうございました。ミュージックバッシュアンダー15部門エントリーナンバー8、新藤森香さんでした。ありがとうございましありた。がとうございました。